はい、豊原急整骨院院長の石森です。お願いします。本日は三陰交というツボを、ご紹介します。このツボはですね、もうめちゃめちゃもう神様みたいなツボですね。このツボなかったらもう日本全国の鍼灸院潰れますよ、ほんまに、ね、でこれは婦人科系にねものすごく効果を出すツボですね。不妊症の人なんかも特に、使ってみるといいと思います。でこの三陰交というのは、3つの陰が混じると書いて三陰交なんですけど、何が混じってんのや言うたらですね、東洋医学でいう、消化器系、脾、肝臓系、西洋医学の肝臓とはまた違うんですけど、肝、腎、脾と肝と腎というね、経絡が交わってるところなんですね。でこの脾と肝と腎というのは主にもう本当婦人科系にバーンと入っていくところなんで、ここにお灸することでもう婦人科系の病プラス不妊症なんかにも非常に効果が高いし、ここをやらない鍼灸院は日本全国どこもないと思いますね、本当ね。はい、ご紹介します。場所なんですけど、左右の足にあるんですが、ちょっと片っぽだけ説明します。ここに弁慶の泣きどころがありますよね。弁慶の泣きどころっていうのはこう骨に幅があるわけですけど、それの内側ですね。内側、この内の際があるんですけど、ここまでずっとありますよね、骨だからね。内際沿いで、内くるぶしの最も尖ったところ、この辺あるんですけど、そこから三寸なんですね。三寸っていうのは指4本やってもらって第二関節が三寸なんで、最も尖ったところに合わせてもらって、大体この辺りですよね。この辺り、この内際沿いで、上、ここから三寸の取り方はこうですね。で婦人科系に病がある方とか不妊症の方も押すと、あらたた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 たって言われることが多いんで、そこに当院なんかでもお灸しますね。でここだけやっても全部の婦人科系の、もちろん病が治ることはないんですけど、ここは非常に重要なツボの一つで、その他のツボも合わせてやることで非常に効果が上がります。そういったね、婦人科系の病でお困りの方がいらっしゃいましたら、当院なんかの東洋医学専門の治療院にご相談していただければと思います。以上です。